お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。はい、はい、今日はですね、はい、再び買取の旅の方に来ております。はい、再び。はい、はい、今日はですね、下の方、下の方、はい、愛知から見て下の方にですね、移動してきまして、はい、おりますが、今日も、1日かかりの買取になりそうですので、はい、はい、ということでですね、うん、今日買取させていただく、うん、G クラスなんですけれども、新型 G クラスの G350D となっております。はい、いや、最近あの東北地方が多かったので、はい、あったかいなという暖かいですか？暖かくないですか？十分寒い。十分寒いですか？十分寒いですね。まあ、どこにいても冬は寒いということですね。まあ、ただあの景色のね、色が白色ではないというところがありますが、まあ、でも十分寒いですね。そうです、はい、で今日今ですね、うん、駅の方に来たんですけど、この駅来たことありますね。そうですよね、何回かありますよ、ね、ありますね。あの景色を見ると、あ、この駅ねっていうね、あるあるですね。ちょっとね、僕たちもだいぶね、いろいろいろんな駅だったりとか行ってるんで、うん、結構ね、主要駅っていうのは抑えてきたなという感じがありますね。はい、そうです、はい、ということでね、まだ不足のお時間、迫ってきますので、これからですね、向かっていきたいと思います。行きましょう。はい、お願いします。それはつけるんですね。移動中はつけるんですね。いつ連絡が来てもいいよね。あ、そういうことですね。はい、はい、撮ってるんですね。撮ってますよ。はい、行きましょう。はい、ということで今日買い取りさせていただきました、はい、G クラス、はい、今僕の後ろにいるんですけれども、うん、この G クラスでございます。いや、真っ白じゃないですか。はい、いや、にしてもめちゃくちゃ綺麗だよね、うん、そうですよね。ねえ、うんうん、それもそのはずなんですよ、この G クラス2020年式の G350D ポーラーホワイトなんですけれども、うん、走行距離がまだなんと500キロ以下のほぼほぼ新古車なんですよ。500キロ以下、うん、だからこんなに白がより、うん、綺麗というか、めちゃくちゃ綺麗めちゃくちゃ綺麗ですよね。大丈夫ですか、うん、でね、うん、しかもただ走行距離がね少ないだけではないんですよ、うん、それもそのはず、ずっとガレージ保管だったんですよね、うん、なのでもうこの細かいところがすごい綺麗なんですよ。しかも前オーナーさん、雨の日乗られていないっておっしゃられてましたよね。ああ、そうでしたね。もう本当にそれぐらい、うん、もうめちゃくちゃ綺麗もうなんですよ。もうこのツヤ感とかがもう全然違いますよね、うん、そうですね。なんかやっぱり1万キロ2万キロでも綺麗な G クラスってあるじゃないですか。ありますいっぱい。あります。ただそれとはちょっと違う綺麗というか、そうですよね、ジャンルが違う。そうですよね。綺麗さは感じますよね。もうなんか本当に新車の状態で届いて、うん、そのままの状態っていう感じがなんか正しいかなっていう。そうですね、ガレージ保管などでもう時が止まってるような状態ですね、うん、そう、うん、いや綺麗ですね。そうなのでこの白がよりあれですよね、うん、こう映えるというかね、うん、すごいいい感じ。そうですね、ですよ、うん、いや綺麗ですな。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。そう、いや今回、はい、めちゃくちゃいい G クラスまたね、本当ですね、買い取りさせていただきましたよね、うん、なかなかもう 350D の低走行なんてもうないですからね。ないですもんね、はい、そう、もう少なくてもね
もう数千キロね走ってる、まあ1万キロいかないぐらいでももう低走行って言われるやっぱり、モデルになってきたかなと思うので、はい、この数百キロっていうね、うん、貴重な G クラス買取させていただきました、はい、ありがとうございます、はい、でですよでですよ、はい、まあ、ここからですね、はい、当然僕たち、帰るんですけれども、そうですね、今日愛知県帰りますね、はいはい、ただ車はですねやっぱりね陸走、はい、はい、さすがに乗って帰れないですからね、はい、今回ですね、うん、まあ、帰りは今回飛行機で僕たち帰りますので、はい、やっぱそれなりの距離があるとこ今来させてもらってますの で、 です、ね、車はですねちょっとこれから陸走業者さんの方まで、少しですね移動の方してですね、うん、車は陸走 で、 で僕たちは飛行機 で、 飛行機で帰りますので、はいはい、ちょっと移動の方していこうと思います、はい、はい、いや本当に綺麗だよねということで、今ですね、うん、陸走業者さんの方に到着しました。はい。はい。ということで、だいぶ日も、そうですね、くれましたね。落ちてきましたね。はい。無事に、ね、終点チェックも兼ねて、うん、無事、来ましたけれども、はい、問題なく。はい。まあ、会長ですね、うん。問題ないですね、はい。問題なしということで、じゃあ車はこの後、陸走で、運んでもらい、はい、我々はですね、これから空港に向けて向かっていきます。はい。はい、まだね、ちょっとお腹減ったと思いましたらね、ご飯がね食べれていない状態ですので、ちょっとね飛行機乗る前には何か食べたいなとは思うので、そうですね。はい。まあそんな感じで、うん、次の工程行きたいと思います。お願いします。お願いします。中国際空港だとか、ちょこれねクレーム入らないのかな到着してからが長いですね、あのここだけだよね長いですね、え違うそんなに僕飛行機乗らないんで、他の空港ってあのだいたい ね、 そうですね、福岡とか、はい、到着して 100m 歩いたんですけど、まだあと 175m、 しかもこれで終わりじゃないからね、そこから中央のとこまでまださらに、外野で歩かないといけないこれねなんとかしてほしいですね頑張ってください、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、真っ暗ですね、真っ暗ですね、はい、無事に今空港中部国際空港まで戻ってきました、はい、今日は1日がかりということで、そうですね、ございましたが、まあ、本当にいい G クラス買い取りさせていただきました、ね、本当ですね、はい、まだここで終わりじゃないですからね、そうなんです、実際はですね、次の電車に乗らないと、帰れなくなっちゃう、僕たち家に帰れなくなってしまうので、ということで、まあ、先を急ぎますのでね、今回の買い取りの旅はこんな感じで以上ね、以上となります、はい、はい、今日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。